疲労疲労疲労は物体が力学的応力を継続的にあるいは繰り返し受けた場合にその物体の機械材料としての強度が低下する現象金属で発生するものは金属疲労として一般に知られているが金属だけではなく樹脂やガラスセラミックスでも起こりうるまた力学的応力だけではなく電圧や温度の継続的 または繰り返し負荷によって、絶縁体力や耐熱性が低下する現象を指すこともあるが、一般的ではない。こちらはむしろ経年劣化と呼ぶ。物体はその機械的強度、引っ張り強度より小さい、力学的応力を一時的に受けても破壊されることはなく、男性範囲内であれば、応力を取り除くことにより元の状態に復元する。しかしながら、挙手的には、 男性範囲内の小さい応力であっても、原子論レベルの微子的状態においては、ごく一部の原子が元あった場所に戻らない、非弾性的振る舞いを起こし、それが蓄積されることによって強度が劣化する。繰り返し応力を受ける場合、破壊された断面を観察すると島状の模様が観察されることが、免震立方金属、AL、CU、オーステナイト光に多く見られ、 そのひらの一つが一振幅の負荷に相当し、ストライエーション、ストライションや固質滑り体と呼ばれる。疲労による機械的強度の低下は多くの場合、はじめに物体に微小な割れ目、クラックが発生し、繰り返し応力を受けることによって割れ目が次第に大きくなる気候による。物体に応力が加えられると男性範囲内であっても、 核酸現象などによってわずかな物質の移動が発生して、応力を緩和しようとする。物質の移動によって微小な割れ目が発生すると、その割れ目の先端において応力が大きくなり、割れ目が進行するようになる。物体を構成する物質の一部が、応力を受けて、断生率や強度の小さい別の物質に変化する場合にも、同様の現象が起こる。疲労破壊は、温度、 表面処理、金属的微細組織、酸化、不活性気体、残留応力、物体間の接触など様々な環境要因に影響される。材料に付加する応力が一定ではなく、時間に対して変動することによって引き起こされる、破壊が疲労の定義の一つである。そのような疲労応力を発生させる荷重を、疲労荷重、または、銅荷重と呼ぶ。 外的な荷重が孵化しなくても、このような繰り返しの疲労応力は発生しうるので、注意が必要である。例えば、部材に温度変化が発生する場合は、熱応力による疲労破壊が発生する可能性がある。疲労を引き起こす応力の中で、応力振幅、平均応力が一定の周期的な応力を、繰り返し応力、繰り返し応力を引き起こす荷重を繰り返し荷重と呼ぶ。 疲労の試験では実現の容易さのため、繰り返し応力を、制限波の応力波形を与えて、材料の疲労特性を試験することが多い。このような繰り返し応力を受ける、実際の機械構造物としては、一定荷重を支えて走行する車軸などがある。以下に繰り返し応力の重要因子を示す。特に、R イコールマイナス1の時を量を振り応力。 R イコール0の時を傾り引っ張り応力、R イコールの時を傾り圧縮応力と呼ぶ。応力振幅、平均応力が不規則に時間的に変化するような応力を変動応力、変動応力を引き起こす荷重を変動荷重と呼ぶ。特に実際に構造物が受ける応力を実動応力と呼び、この応力を精度よく知ることが疲労対策の重要点である。 実動応力は、実際に運用中の構造部材に歪み、ゲージを用いて直接定めしたり、加速度などから間接的に測定する。実動応力は、周期的な応力になるとは限らず、不規則な波形のランダム応力になることも多い。材料が、どれくらいの繰り返し応力に耐えられるか、どれくらいの回数を与えるとどれくらいの応力で、破断するのかを表すためには、SN 曲線。 SN カーブが広く使われている。SN 曲線は縦軸に応力振幅、ストレスアンプラトゥードあるいは応力範囲、横軸にその応力を繰り返し負荷して破断するまでの繰り返し回数、ナンバーオブサイケルズの対数で表されるグフである。SN 曲線は世界で最初に SN 曲線を見つけ出したドイツの技術者、アウグスト・ベーラーの名前からベーラー曲線、 ベラーカーブと呼ばれることもある。材料の SN 曲線を求めるためには、疲労試験装置に試験片を取り付け、破断するまで繰り返し応力を加えて求められる。繰り返し数が10回程度以上で発生する疲労破壊を高サイクル疲労と呼び、10回程度以下で発生するものを低サイクル疲労あるいは蘇生疲労と呼ぶ。 低サイクル疲労では付加される応力が材料の幸福応力以上となるため材料の疲労試験をする際には繰り返し応力振幅を一定にして試験する場合と繰り返し歪みを一定にして試験する場合で鉄が異なる繰り返し歪み一定の場合の疲労評価を表す場合は応力振幅の代わりに全素性歪み幅デルタイプシロンを用いたイプシロン n 曲線が使用される またさらに、10回以上の繰り返し数でも疲労破壊が起こる場合があり、このような繰り返し数量域での疲労を超高サイクル疲労あるいはギガサイクル疲労などと呼ぶ。SN 曲線で表される耐久性は、装置上で主権編にごく単純な制限波状の繰り返し応力を加え続けたものであり、材料の形状や温度変化、腐食など、性質の変化、時間的に、 非連続的な応力がかかることなどは考慮されていない。そのため実際に材料が使われている状況とは違うことを考慮することが必要である。破断する確率を統計的に取り扱う場合には、ワイブル分布が用いられる。鉄鋼系材料であれば、10から10回ほど繰り返したところで、SN 曲線がほぼ横ばいになり、それ以下の応力では何度回数を繰り返しても、 破断しないと考えられる、応力振幅の限界点が存在する場合がある。この時の応力振幅を、疲労限度と呼び、長期間変動過重にさらされるものを設計する際の、目安になる。ただし、対象となる部材の表面状態や欠陥、切り欠き等の有無、雰囲気、外気温度、繰り返し応力の加わり方などによって、疲労限度は大きく異なり、あるいは、 疲労限度が存在しなくなる場合もありある。疲労の許容応力をどのように評価するかは、実験値の疲労限度のみならず、対象物の実際の使用状況を検討し、多くの影響因子を考慮して決める必要がある。また、右下がりに傾斜している範囲の応力を、時間強度あるいは単に疲労強度と呼び、例えば10回に対応する時間強度を10時間強度などと呼ぶ。アルミニウムや王道、 あるいはプラスチックなどは、鉄鋼系材料のような明確な疲労限度を持たず、繰り返し回数を多くするほど、破断応力は低下する傾向を示す。このような材料では10から10回程度の時間強度を、疲労限度と同じような目安とみなして取り扱う。材料が疲労によって破断するまでの応力、繰り返し数を予測する、代表的な方法について一下に示す。 高サイクル疲労のような低歪み疲労には、次のバス金属がある。一方、低サイクル疲労のような高歪み疲労には、次のコフィン、マンソン速がある。バス金属もコフィン,マンソン速も、応力振幅一定あるいは歪み振幅一定の、前提下での破断に至るまでの繰り返し数を予測する、もので、SN 曲線あるいはイプシロン N 曲線を、近似的に予測する式となる。 変動応力を受ける場合の寿命予測には、マイナー速または、線形類積損傷速と呼ばれる、経験速が使用される。線形類積損傷速により、寿命を予測するには、実動応力の応力頻度分布を求める必要がある。このために、主事の応力頻度係数法が提案されており、遠藤らにより提案された、レインフロー法がよく使用されている。 材料力学を用いて、あらかじめ余裕を持った設計にすることで疲労による破壊をある程度防ぐことができるが、用途によっては、重量やコスト、安全性などの制約から十分な余裕を持てない場合も、あ、例えば航空機、原子炉など。このような場合には、繰り返し過重がかかる構造物の運用中に、検出できない初期欠陥から亀裂が発生、進展することを前提として、 寿命を評価する損傷許容設計が要され、応力を受ける部材を定期的に交換するか、あるいは定期的な検査において、部材の微小な割れ目を検出して、破壊に至る前に使用を中止し、新しい部材に交換する手法を用いる。割れ目の検出は超音波単焦検査や、浸透単焦検査、X 線写真などの非破壊検査を用い、検出限界と設計の余裕から検査の頻度を、 規定することができる。ただし、疲労は状況によって進行速度の変動する幅が大きいため、事前の試験方法を誤ったり、使用基準を守らなかったり、修理や改造などによって初期の設計から外れたりすると予想より早く破断に至り事故につながることがある。材料の疲労現象は古くから経験的に知られていたと考えられるが、18世紀の 産業革命による機械工業の発達以降、疲労による破壊事故が大きく、社会的に問題として認識されるようになった。産業革命により、それまでの水や馬といった小さな力の動力源から蒸気機関という大きな力の動力源を使用するようになったためと考えられる。対策のため、各国で学者や技術者による委員会が組織され、 疲労の研究が本格的に進められるようになった。材料に対する疲労という用語を最初に用いたのはフランスのジャンイコールビクトル・ポンスレである。ポンスレは1825年頃からメスの兵学校で材料の疲労についての講義をしていたと言われる。ポンスレによる疲労の発生機構の仮説は繰り返し過重によって鉄の繊維状組織が 結晶化して脆化するとによるというものであった。疲労の本質に迫った実験としては、1837年にドイツのウィルヘルム・アルバートが鉱山の鉄製チェーンの疲労に関する実験結果を報告したものが最初である。アルバートは鉱山の巻き上げ機の鉄製の鎖が時折突然破断することを経験して、その原因を調査する中で、 巻き付けの繰り返しが原因と推測して鎖用の疲労試験を考案、実施した。試験では安定した繰り返し荷重を実験対象のチェーンに与えるために水車の仕組みを利用していた。この試験によりアルバートは性的な破断限界より小さな力でも繰り返し作用することで突然破断することを見出した。1853年には フランスのモランが郵便馬車の車軸について走行距離が7万キロメートルを超えると破壊が始まることからこの距離を走行した時点で点検交換することを指示した記録残されているこれが疲労破壊に対する予防保全の最初の例である1856年から1869年にかけてドイツの技術者であったアウグスト・ベーラーは 自ら回転曲げ疲労試験機を作り出し、鉄道用車軸を使って疲労実験を繰り返し、疲労を科学的に分析した。その結果、SN 曲線により疲労破壊特性を整理可能なことを発見した。1870年、ベーラーは車輪に10回程度振動を繰り返した後は、どれだけ回数を繰り返しても耐久応力が下がらず、 永久に耐え続けられるある一定の応力があることを発表した。このことをベーラー自身は耐久限度エンデュランスリミットと呼んでいたが後に疲労限度と呼ばれるものと全く同じである。1963年ポール・パリスラにより亀裂の繰り返し過重1サイクルあたりの進展速度が応力拡大係数で整理でき進展速度を予測可能であることが発表された。 1971年、ウォルフ・エルバーにより、亀裂先端部の局所的蘇生変形により、引っ張りか重下でも亀裂が閉じる亀裂平行現象の発生機構とその重要性について発表された。疲労が原因として関与した事故のうち、特に歴史的に有名な例を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。